水であれば、まあ一般的な話のことなんですけども、うん、その現場である程度のアニメーターとしての力量っていうのをそのスタッフが見極めて、うん、あのプロデューサーがじゃあ次はこの人にキャラクターを描かせてみようかなっていうふうにこう思わせるぐらいのやっぱりあの実力というか、それがないとやっぱりアニメーションのキャラクターデザインっていうのはあの仕事としてなり得ないのかなっていうのがあります。ただ自分の場合もその現場にいたそのプロデューサーに、まあ、ある意味、まあ、認められた形でキャラクターデザインをやってみないかっていうふうに声をかけられたわけですけど、その作品はあのガンダム0083のスターダストメモリーっていう作品なんですけど、それが初めてのキャラクターデザイナーとしての仕事でした。うん、とにかくあのアニメーターとして始めたわけですか。最初はアニメーターとしてスタートしてですね。それであのプロデューサーに認められて。はい、そうですね。わかりました。Do you think there is a specific Bones style, a style to Studio Bones, that like an essence that goes through all of the work the studio does? And is there a way you would define that style?そうですね、あの自分たち、まあ、中にそのボンズの中にいる人たちはごくごく普通にアニメを作ってるつもりなんですけども、やはりなんか外から見ると独特のスタイルがあるというふうにはやっぱり言われてしまう。まあそこがどこなのかっていうのは何でしょうね。僕、我々は本当に普通に作ってるだけなんですけど。ああ、ということはそのボンズの中では別にボンズ個性を出すということじゃなくて、普通にそうですね、あの監督が求めるものに対してものを作っていくっていうのは、まあ、例えば自分の中ではそのボンズに入る前でボンズを作る前であっても後であってもそのスタイルは特に変えてはいないんで。ああ、わかります。もともとはそのサンライズという会社でもうニスタでそのカウボーイビバップを作ってたんですけど、そのサンライズという会社自体がこうオリジナル作品を作るっていう思考の強い会社でして、うん、まあ、その流れっていうのは少なからずもやっぱりボンズの中にも入ってるんだと思います。だから、まあ、今ではもう鋼の錬金術師とか原作ものも増えてはきてるんですけど、その中でもやっぱりオリジナルもオリジナル作品というところにもやっぱりこう今後作っていきたいっていうのはやっぱ他の会社以上に持ってる会社ではあると思うんですね。まだボンズ。ボンズという会社は。わかります。Well, that's all the questions I have today for the video. So, thank you very much for your interview. Is it okay if we ask or we could take a few pictures with you? いただけたら、OK だと思います。全然大丈夫です。じゃあ、撮りましょう。Okay, that's great. Thank you. Thank you.